何でもワンテンポ早い小智30歳お一人様。情人节有什么安排？念願のデートのはずが、バレンタインデーが消えた？昨天才是情人节啦。謎を解く鍵は覚えのない自分の写真。不是啊，你怎么有两张照片呢？忘れていた鍵。你们三八。そして何でもワンテンポ遅いグワタイ。你好。谢谢。彼にはある秘密がある。愛情这东西会消失吗？なくした一日を探して見つけた大切なもの。有人说，人生是由许多回忆组成的。这世界的事情，你懂得很多吗？秘密を紐解いていく先に、誰も見たことのない最高の奇跡が待っている。我带你去一个地方，我的秘密基地。一秒先の彼女。看什么看？